んでやー。というわけで本日はこちら西荻窪駅より徒歩 1,2 分ぐらいすぐ駅の目の前パパパパインの前にやってまいりました。そして本日はゲストをお迎えしております。こちらです。どうも、タツミネットワークのタツミです。これはこれは、はい、何ですか。トラミネットワークのトラミじゃないか。タツミネットワークのタツミ、タツとトラとそっちエトで間違えたっていう。やっぱね、お前と一度やっぱこう食レポでガチンコ対決しとかなきゃなって思ってたから、僕やっぱり東京ウォーカーにラーメン好き著名人100人に2年連続で選ばれましたから。そんなね、辰巳と、はい、今回はこちらですよ。なんとラーメンにパイナップルが入ってるっていうお店、はい、どうしても冒険感を出てしまいますよね、食べる。まあ酢豚にパイナップルみたいなノリなのかな、はい、お店にちょっと近づいた時に、うん、魚介の香りがしたんで、うん、割と出汁に魚介の風味が強く出てるんじゃないかなって僕読んでますけども。さすが詳しいね、はい、いや俺もね、はい、一つ気づいたね。あ、なんすか。お店に近づいたら、はい、パイナップルが書いてあるから俺パイナップル入ってんじゃないかなと思ってね。でしょうね。未知との遭遇ということで、はい、楽しみですね。行きましょうよ、もう。そうだな。よし、じゃああっちの日高屋行こう、はい、こら、何のためにこの前で V 撮ってるんですか。というわけでどんなラーメンがいただけるのか楽しみですね。それでは今日も張り切ってパパパム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 パパパパインで行ってみましょう。ちょっと違和感あるね、麺の真ん中に黄色いね物体が乗っかってると。気になる方はぜひ辰巳のチャンネルチェックしてみてください。お願いします。はい、というわけでこちらがエビ塩の一杯全部乗せです。出汁の香りがするんですけれども、果たしてこれがパイナップルと合うのかどうか、ちょっとね気になるところですね。それでは早速いただいてみましょう。口入れた瞬間はあのエビの香りがこうガツッとくるんですけど、ちょっとこうすすっていくうちに甘さが口の中に広がるっていうか、時間差でこう甘さが追いかけてくる感じなんで、ちょっと笑っちゃいましたね。確かに甘い。あ、でも合わないってことはないですね。なんかエビが甘くてみたいな感じで、こういう駄菓子あったかなみたいな感じですね。エビのみりん漬けのラーメン版みたいな、これは変わった味だな。はい、それではこちらのパイナップルですね。このラーメンに入ってるパイナップルですよ。こちらね、どんなお味がするのかいただいてみたいと思います。パイパイパイちゃんだよ、パイパイおっぱいおっぱいおっぱい。あ、こういうことね。なるほどね。あのね、出汁の奥にこう果汁がじゅわーっと広がってね、甘いっていうかね、ちゃんとおかずに。すいません、空振りしちゃいました。いただいてみたいと思います。これね、思ったよりねこうパインパインしてますね。なんかちょっとドロドロに溶けて、あの酢豚のパインみたいになんかちょっとおかずっぽくなってるのかなと思ったけど、ちゃんとパインの味がします。トッピングとしてちゃんと楽しめるみたいな、そんなパインになってますね。なんだ、
パインが攻めてきたよ。いただきます。いや、空振りじゃんな。冷やしパインとめちゃくちゃ美味しいです。僕も即感ですよ。即感がないです。早いよ。めちゃくちゃ美味しい。あ、そう。だってまあ普通に冷麺とかであるもんね、はい、冷やしの方がもしかしたら合うのかもしれません、うん、こっちあったかいのはちょっと好き嫌いだね。そうですね。酢豚のパイン嫌いな人もいるから。あ、チャーシューこれ味が濃くって美味しいですね。やっぱこう酢豚にパインってあるじゃない。だからやっぱ豚肉とパインって合うのかもね。はい、こちらあの、ニンニクのトッピングもいけるということでちょっと、ね、お願いしてみましょうか。すいません、あのニンニクを入れていただいたんですか。はい、無類のニンニク好きの僕としてはこれはねちょっと試さずにはいられなかったですよ。こちらニンニクちょっと入れてみましょう。どんな味がすんのか試してみましょう。水です。水です。混じりっけなしの水です。通りで味がしないと思う。じゃあニンニクパインいただいてみましょう。焼肉屋さんでがっつりこうなんかニンニクとか焼肉とか食べた後にこう冷麺の中に入ってるパインみたいな。焼肉のなんか焼肉屋さんに来たみたいな感じしました。でもエビの出汁とニンニク合いますね。これ食欲がそそられて。卵この黄身がパイン風味っていうか甘いですね。これはすげえ、今まで味わった味玉じゃないですね。これはすごい珍しい。はい、というわけでこちら完食です。というわけでね、パイナップルラーメンいただいてきましたけれども、美味しかったっすね。あ、そう、美味しかった。僕冷やしラーメン食べたんですけども、冷やしとパイナップルの相性抜群すぎてこれ本当大盛りにすればよかったで今後悔してます。あ、なるほどね。それぐらい美味しかったです。へ、まあったかい方もね、なんかそのエビの風味 と、はい、パイナップルが絶妙なハーモニー。あれ甘いのエビなの、甘いのエビなのみたいな、すごいね、不思議な味でしたね。というわけでね、はい、皆様もぜひお近くにお立ち寄りの際は試してみるというのはいかがでしょうか。以上、西荻窪パパパパパインよりお送りいたしました。じゃあ辰巳、はい、この後、はい、牛丼食い行こう。いや、僕マジですか、すげえな牛丼すげえ、本当にですか特盛り